はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。9月29日の水曜日になりましたね。はい、今日は自民党の総裁選だそうでございまして、今11時回りましたが、1回目が12時過ぎた頃らしいですね。はい、まあ今日はちょっとそっちがですね大注目でございますね。ところが東京株式市場、証券市場ですね、今マイナス785円ですけども、これマイナス800円超えてましたよね。いや、なんでやろという理由はですね、アメリカの長期金利がですね 1.539、 10年利回りですね、 1.539 でまあまあ上がり気味と、そこにこんだけ反応するかなっていう感じですけどね。昨日のニューヨークダウがマイナス569ドルということでした。まあまあ、はい。ここまで反応すると、まあ、円、ドル円は 111.569 で、まあ、111が定着かなという感じですね。はい、本ちゃん行きましょう。時事 .com、このサイト貼っときますけども、今日の29時、9時28分といいますか、今から1時間半ぐらい前に出た記事でして、冬に第6波か、警戒続けて、コロナ緊急事態解除専門家。新型コロナウイルスの感染状況が改善したとして緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が期限の30日で全面解除される、明日ですね。ただ海外では行動制限緩和後のリバウンド、感染再拡大が後を絶たず、専門家は冬には第6波の襲来も懸念される、警戒と対策を続けるべきだと訴える。もうちょっと行きましょうか。厚生労働省の専門家組織は27日、感染者の急減が続き、重症者の減少や医療提供体制の改善が見られるとの見解を公表した。一方で座長の脇田読めへん字という字ですね、アザですかね、よう分かりませんが、高ザネですかね、よう分かりません。国立感染症研究所長は記者会見で、安心感から人と人の接触が増えると感染拡大につながるとしいて、気の緩みを警戒するとともに、マスク着用や3密回避などの徹底を改めて呼びかけた。感染症に詳しい慶友病院横浜市の菅谷則夫医師は、現在のワクチンは接種から半年ほど経つと感染予防効果が弱まる。なんやねそれって感じですね。半年経ったらもっぺん打ててか、ほんまに。接種が早期に始まった英国や米国では感染者が激減したが、行動制限の緩和もあり、急激なリバウンドが起きていると分析。接種時期から考えると、日本では12月頃に第6波が始まり、来年1から2月にピークを迎える恐れがあると警鐘を鳴らすと。まあ、以外ちょっとありますけども、めんどくさいから読みません。はい。これ貼っときますんで、みんな読みたい方は読んでください。まあめでたいことではないですか。その30日明日でですね、緊急事態宣言解除ということですね。我が家はですね、あさっての1日の夕方から焼肉行こうかって言うたら、もう予約でいっぱい。あかんやんほんまにもう行けへんやん、いつだったら行けないほんまにという感じでございますね。みんな考えること一緒ですね、ほんまにね。ウィークデーやから大丈夫かいなと思ったら全然アウトなんですよ。みんなやっぱりあれ、テレワークで家に言い張る お父さん多いですからね、よっしゃ行くでみたいな感じになってるでしょうね。ほんまにもう、また行けへんやんという感じでございますけども。これね、その専門家が盛んにですね、警鐘を鳴らしてるわけですね。油断したらあかんで、まだ組んで、まだ組んでって言うてます。でそれはこの書いてあった通りですね、アメリカやイギリスはそうなんですよ。いや、イスラエルもそうね、大丈夫やと思ったらですね、わーっとまた増えてるわけですよ。で日本も同じようになるか、いやー、私はこのままね、消えるんちゃうかなと思って、ものすごく期待してるんですけどね。いやー、私専門家でも何でもないでしょ。ただ唯一の根拠はですね、100年前に流行ったスペイン風邪。
あの時はワクチンも何もないですよ。ワクチンも何もないでもう移り放題に移ってですね、世界中で何千万という人が亡くなったというふうに言われています。当時のことですからあんまり確かなですね統計もないわけです。当時第一次世界大戦でやってました。あれが終わった原因は別に戦争としようって、あれみんなもうスペイン風邪で大変やねんやでやって戦争なんか知られへんわということになってやめたというふうにも言われているんです。まあそれだけではないと思いますけども、日本でも何万人かが亡くなったというふうに、何万人か何十万人が亡くなったというふうに言われています。当時はワクチンございませんし治療薬もございません。みんなこう自分の体力で治すしかなかったわけですけども、今回はですねワクチン接種というのがあります。今年日本は今年の後半からですけども、ほとんどねほとんどは、アメリカイギリスは先行しまして今年の初め頃からやっていて、それで6月頃におっしゃー減ったねーみたいになってそれで行動制限緩和とかってやったらまた増えたということでして日本もですね緊急事態宣言発令されました。五輪が始まる前に、で五輪の間でも緊急事態宣言ということで、せっかくおいでいただいたですね外国の選手団もですね選手村にこもって育てたらあかんよというそういう状態でございました。ちょっと気の毒でしたね。で今回急速に減りました。この1ヶ月ですねダダダダダダダッと減っていきましたですね。いやびっくりしました。何と言いましょうか、こういうのってこう自然にですねその集団免疫がつけば、流行は収束するはずなんですね。ただ今回ワクチンという人工的な作用を働かせたんで、それがどういうふうにこう影響するのかってようわからんんですけども、で中国ではですねもうゼロコロナでですねコロナ封じ込め、もうちょっとでも出たらその場外区封鎖とかってやってるわけですね。で外国からなるべく人を入れないというふうにやってるわけです。でそういうことをやってる、100年前はそんなことやった国は一つもないですね。残念ながらみんな全然マスクして手洗いうがいねみたいなことをやってただけなんです。で、緊急事態宣言でですねお店飲食店の営業も8時までにして、酒類提供禁止と、禁止とはまあまあ自粛ということですけどもやってますけども、それが効いたんかというとですね私は全然関係ないと思うんですよね。まあ全然とはまああれですけども、ほぼ関係ないんちゃうかと。みんなはね、どう言いましょう、繁華街に行けばですね人はいっぱいいますしですね、電車はあれですね朝夕満員になってますし、そんな関係ないやんと僕は思うんですよ。ただ僕らおっさんの飲みに行く機会が減ったけども、飲み屋で感染してるんですかね。いやそのあたりがようわからんわけであって、でワクチンが効いたのかっていうと、まあそれは効いたのかもわかりませんね。欧米の先行事例ではですね重症化を防ぐということには効果がありそうやという結果が出てますんで、そっちが効いてる可能性も多少はありますけども、 PCR 検査の陽性が減ってるということに関してはなんでやろうなという感じですね。で専門家の人たちはですね、これ油断したらあかんで、油断したらあかんで、また組んで、また組んでって言うてはりますね。まあその通りかもわからんけど、何でもちょっと楽観的なことを言う専門家おらへんのでしょうね。まあいるんでしょうけど取り上げないんでしょうね。でこの専門家の連中っていうのはですね、この1年2年近くですね、まあまあ引っ張りだこになってあっちこっちですねもてはやされたわけですよ。でそれぞれ勝手なことを言うたわけですけど、ほとんど当たりませんでしたね。今から思えば8割おじさんとか、1週間後にはイギリスだって、1月後にはイギリスと同じになるとか、なんか言ってた人いっぱいいましたけど、ほとんど外れてますね。当たった人あんまりいないんではないですかね。それでまた今度言うてはる。やっぱりね人間ね、脚光当たってるとふわっとこう盛り上がる、なんていうかこう舞い上がるんですよ。でそれが嬉しいんですね。やっぱりその世間に認められてるということでですね、やっぱりこう人にはないろいろ聞いてほしいわけですよ、専門的意見をですね。で彼らにとってコロナっていうのは程よくあるのが一番いいわけですね。程よくあるとはどれくらいかっていうと、まあせいぜいこの第5波よりちょっと少ないぐらいがええんちゃいますかね。そしたら世間は大変や大変やと言うでしょ。
で、なんで程よく来てるのがいいわけであって、その希望的観測がですね、希望的な願望がですね、その現れてるんちゃうかなと。第6波くんでっていうの、私にはそう思えてならないと思います。あんな来えへん方の希望出せよと思うんですけど、私はもう集団免疫というものができさえすればね、こんななくなるというふうに思いますんで、まあその集団免疫が日本ではできてあるんちゃうかと、まあ、スウェーデンではほぼできたんちゃうかというふうには見ています。はい、ということでこの zichi.com のサイトを貼っておきますんで、私7割方読みました。最後まで読みたいという方はどうぞ言ってください。はい、どうもありがとうございました。